え、救急車入ってきたよ。救急車だね。しかも何、来るよ来るよ。こんにちは。はい、チキチキバンバンさんですよ。あ、そうです。え、 YouTube 見てます。ありがとうございます。え、救急車自家用車なんですか。自家用です。すごい、すごい、じゃーん。おお。ほんとだ、そのまんまだ。どういう時に使ってるんですか。走ってる時の振動を低減させるパーツを開発しようと思ってこれ買った。今つけて走ってる。なるほど、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。面白かったね。びっくり、本当に偶然ね。さようなら。では、お願いします。函館食い倒れ旅へ。行くよ、函館食い倒れ旅へ、レッツゴー、ゴーゴー。一杯目もね、食べてるからね、朝ごはん。いや、すでに普通に満たされたよ。昨日の残り結構あったね、この、うん、思ったよりあった、ね、普通に私 1.5 人前ぐらい食べた、うん、ね。私 0.8 人前ぐらい、うん、わー、函館が見えてきた。すごい都会だね。函館ってこんな揃えてたんだ、うん、お、あれが五稜郭タワー。あー、だろ。食い倒れ1軒目は箱太郎の五稜郭店です。回転寿司、回転寿司行きましょう。すごい、なんか立派、立派だね。本当だ、立派。おしゃれ、おしゃれ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。縁側、最高。やっぱ縁側のカニ、ごいそう、炙り、はい、うまい。でも割とまあまあいいお値段するから、すごい。おいしい、500円なんだよ。ヒラメ、おいしそう。最後はね、一貫ずつ行こうってなったね。いただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高。おいしそう。脂乗ってそうだね。うん、鮮度抜群だわ、これは。ごちそうさまでした。おいしそうだね。ふぅ、今お米は受け付けません。麺は入ります。ラーメンは別バラです。よいしょ、お願いします。よいしょ。はい、あ、実際の駐車場あるけど絶対入らない。あ、でもこれなんちゃら専用、オールバス専用。オーマイガーじゃん。 OK です。 OK、 Thank you。 B、 お料格取った方が早いっぽい。お、星形になってます。Google マップで見た時に感動した航空写真。うんね、今星の左下の鋭角を曲がってます。あ、でもなんかゴールデンカムイでなんか見たな、なんかさ、うん、この先端があると視覚ができないから強いお城になるみたいなこと言ってた。へぇ、先端にそう見張りを置いて。なるほどね、先端に見張りを置くのか。そう、面白いね。なんか網走監獄は見張り真ん中に置けばみんな見れるみたいな。ね、こっちか。なんとかお腹が落ち着いちゃう。20分ちょいでここまで来た。ね、結構並んでたけど席が多いから早かったね。あ、ハーフもあるのか。え、ちぎってハーフ。ハーフでもいいかもね。いや、ちょっと古いきます。まだ着よう。来ました。来ましたね。美味しそう。
通ってるね。美味しそう。ちっこいです。かわいい、いいサイズ。ね。でもちゃんと乗ってるね。それはちゃんと乗ってる。まずはスッカ。美味しい。うん、今塩だからあっさりしてるけど、コクがすごいある。めっちゃ美味しい。シンプルで美味しい。ありがとうございます。美味しい。満足満足。美味しい。お寿司に美味しいな。ホタテグルメに待ち。ね。ごちそうさまでした。お腹パンパンなので、ちょっと運動に五稜郭を歩きたいと思います。胃から下に物を落とした。なんかもう明らかにずっと私より食べてるもん。全部私より食べてる。1.5 倍ぐらい多い。ここ星の先っちょです。ああ、本当だ。こんなさ、正確に星の形作れるんだろう。今みたいに CG とかドローンとかないんでしょ。すごすぎる。いないだろう。お願いします。ちょっと道が広すぎてどこ通ったらいいか分かんない。あるある。北海道あるある。北海道あるある作ろうよ。にわかのくせに。にわかな。道民に怒られないから。ね、東京人がもう、ガイドあるある。めっちゃ広すぎて。どこが走っていいかわからない。うん。あるある。ある。読み方がわからない地名が多い。あるある。青の矢印、いっぱいありすぎて。あるある。熊に出会った人自慢しがち。あるある。この辺はないけど、寒い地域だと家に必ずあのガラス張りの風除室みたいなのが あるの気になった。あ、温泉に絶対サウナがある。あるある。温泉のクオリティが高すぎる。撮影スポットあれっぽくない？あれっぽい。あそこの前を行くのとても申し訳ない。ね、そこをこれで走るんだわ。行きましょう。みんな坂道が撮りたいんだ。ね。あーすごい。すごーい。あー。すごい。みんな今シャッターチャンスだよ。撮ってほしい。送ってほしい。撮って送ってほしい。みんな黄色い車が映えるよ。いっぱい撮って。あと6分に閉まる。え、マジ？あ、ディシとかだっけ？やばいやばい。ここが函館朝市って書いてある。うーん、こっちはもうやってないんです。でも朝市広場っていう方はまだ3時までやってる。よかった、それも3時までなんだ。うん、危ない。あ、やってない。終わった。しまっちゃう。閑散としています。探してホタテあります。すいません。ホタテある。ホタテできれば殻付きのまま買いたいなと思ってます。持ち帰りですか？持ち帰りで、はい。すいません。 ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。何枚値段がちなみにね。あ、これホタテ2枚お願いしたいです。なんかおすすめありませんか？炙り焼きでおすすめのものってありますか？ああ、すごい。イカ。イカにする？函館さんだし。そうだね。イカにしようか。はい、イカでお願いします。ありがとうございます。すいません、時間過ぎてるのに。ありがとうございます。優しい市場の方のおかげでゲットしました。よかった。20分200円、バリ高い。バリ高いね、ここら辺。バリ高い。どっ
60分440円。65分とかで使ったらめっちゃ悔しいよ。おしゃれ。おしゃれだね。おしゃれ。60分200円。最高。ありがとうございます。ありがとうございます。デザート食べたいな、なんかいいね。早速甘い匂い。あ、違うでしょ。違う。アリオリのアリ。アリオリのアリ。ちょっとクレープも見えている。うわ、クレープうまそうだ。あ、ケーキ。ケーキ。2人でいっぱいお土産買いました。そろそろ北海道も終わりだから ね。いや、満足です。満足、大満足、はい、この辺のお店のどこかにチーズケーキみたいなのがある。行こう、ここ行こう。あー、ここ綺麗、綺麗。あれ、さっき通ったとこかも。あれ、本当だ。あ、これ、うん、さっき言ったとこだ。あ、そうなんだ。戻ってきた。あれ、どれ。あ、これこれこれ。店内では食べられない。嬉しいらしい。あ、ある。これはどれに。これですね、あの真ん中のケチケチバーというところで立って食べる立ち食べのものとなっています。こちらの5種類の味のお力を一つお呼びいただきまして、はい、小さいホットコーヒーついて200円のものです。すいません。面白い、面白いね。チーズ2つお願いします。200円をここにお願いいたします。はい、これで200円だって。嬉しいね。コーヒーもついてる。コーヒー欲しいなって思ってたんだけど、なんか普通に1杯は多いし、どうしようってなった。買うほどじゃない。食べよう。嬉しい。食べてみて、食べてみて。じゃあ、これスプーンらしいので。おいしい。めっちゃ美味しい。いただきます。うん、うん、濃厚チーズケーキだ、これは。美味しい、ね。あー、たかー、止まる。寒いね、ちょっと、ね、風が冷たいからね、うん、最高。これで200円も最高、ね、求めてた、こういうの求めてた、ね、手軽なやつ、ね、でもこれちょっともうちょっと分かりやすくした方がいいんだけど。確かに、本当だよ。簡単何って思ってたけど、まさかここで食べると。ちょっとおしゃれすぎてよく分かんないね。そうね、大きな看板とかね、あった方がいいね。ね、見えてて200円もすごい。いや、すごいよね、うん。本当はいくらで売ってるんだろう、これ1個。いやー、美味しいわ。じゃん、でもペンがないかも。もしな、もしね、来たら見てください。はい、じゃあ、じゃあ、行きましょう。行きましょう。ですね。絶対にラッピア行かないと。これが函館で人気のハンバーガー屋さん、ラッキーピエロです。はい、時間ないから。本当に合ってる、それで、ね、合ってる、そんな感じで。大丈夫、オリジナリティない。正直ね、忘れた。チャイニーズバーチキンバーガーを2つお願いします。お召しで。はい。推しと同じ席。おめでとうございます。すごい、クルーズ船ここから乗れるんだ。チャイニーズチキン2回目。2回目いただきます。いただきます。このね、うん、ジューシーなチキンがね、うまいのよ。やみつきですよ、すでに。うん、ありがとう。久々。暮れてきたね。ねえ、だいぶ暮れてきた。ちょっと遠めの安い駐車場まで歩きましょう。はい。めっちゃ可愛い。え、本当だ。あ、こういう時に撮りたかった。撮りたかった。可愛い。
あ、やばい、お腹がはち切りそうだ。ちょっと止まると感じるんだけど。ね、そう、今からあそこへ行きます。じゃーん。でもね、今ねロープウェイはそうなのやってないみたいで、毎年この時期やってないんだって。ね、なんか秋やってないんだって ね。なのでバスで行きます、うんうん、車を置いていきます。はい、ここでバスを待ちます。ロープウェイは運休中です。あとね、車もね、うん、夜の時間帯は上がれないみたいだね、うんうんうん、めちゃ多い。立ちかも2時5分こちらの電話になっておりますので、このあとのバッグ、ご注文とお待ちいただきたいと。足元めっちゃ高いね。幸せ。すごい。すごい。もう見ちゃった。くびれのとこだ、これ。でもあれ、水曜日のダウンタウンでやったんだけど、みんなくびれのとこだと思うけど、全然違う。あ、そうなの？そうだよ。やだ。やだ。やだ。ここにもいた。めちゃ混んでる。めちゃくちゃ混んでるんだけど。ここ上がるのかな。行きましょう。すごくない？今まで来た中で一番混んでる。そうだね。ザ観光地だね。これバス待ち？バス待ちだ。終わったかも。終わった。どうやって帰ろうって感じ。9時以降にマイカーで来るべきだったかな。そうかも。いやもう綺麗。めっちゃ綺麗。わあ、待って、人しか見えない。急についてきた。めっちゃ綺麗だ。めちゃめちゃ綺麗。え、これくびれじゃないの？何これ？何これみんなここくびれだと思うらしい。違うの？北海道そんな規模じゃないらしい。どここれ？なんか湖、なんだっけ？確かにくびれこの前横断したね。うん、そういえばこんなんじゃないでしょ。恥ずかしい。恥ずかしい。なんかもう見事にそれすぎて笑っちゃった。もうどんどんで見たやつと。マジで恥ずかしい。満足ですかね。満足。行きましょう。行きましょう。バス停めちゃめちゃ並んでます。何分待つかな。やばいかも。ありがとう。冷えた冷えた、本当に冷えた。幸せだね、温まれる幸せ。寒い。はい、じゃあ今日市場で買ったこのホタテと大きい一夜干しのイカ、あと夜市で買ったこのペッタラの燻製を焼いてビールでいただきます。うい、うわーすごい大きい。ジムの手と比較してみて。もう平より大きいね。私の手より大きい。ラウスの出汁と醤油とか混ぜたんです。あー、めっちゃ美味しそうじゃない、ね、天才なのか。見せます。はーい、わーい、もう開いちゃった。あ、お、閉じた閉じた。あれ、なんか今日買ってばかりだよね。汁が出てくるまで一旦強火でということですね。いいね、いいじゃん。美味しそう。あ、うま。うまですか。うまです。開いた。開いたね。でかくない？でかい。すごいんだけど。うーん。あ、いい感じ。美味しそう。食べ頃じゃない？うん、そんな気がする。うん、食べよう。これね、地ビールはケチって1個しか買ってないので。ワキワキしましょう。オッケー、いいね、最高です。美味しそう、なにこれ。では、いただきます。うん、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 うん
やばい、よだれ出てきた。めっちゃ肉厚。北海道で食べた中で一番肉厚よ。ほんと。うん。ではでは、はい、いただきますね。はい。うん。めっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しいよね。肉厚さが半端ない。1センチ以上ある余裕で。すごい。味付けも最高。うん。さすがです、ちも先生。いやいやいや。めちゃくちゃうまい。うまみが濃縮されてる。感動してる。ありがとうございました。次はこの一夜干しのイカをいきます。丸くなるのを防ぐために切れ目入れます。想像で焼いております。結構良さげ？いい感じかも。うん、これはマヨ唐辛子で食べたいです。正解です。よいしょ、いただきます。はい、美味しい。結構歯ごたえある。ね、そんな感じするもん。うん、肉厚。うん、厚いもんね。うん、めっちゃ美味しい。イカのゲソの方も焼いていきます。ゲソ大好き。よいしょよいしょ。宇宙人みたいな感じでしょ。さすがに日本の結構ピュッてやる。あ、上手です、上手です。なんかこんなことで笑えるんだね。ちょっと大好き、クラシック。いい感じの泡になりました。じゃあ時短でペッタラもいってください。はい、燻製の香ばしい香りするね。ペッタラって何、スケトウダラか。よいしょ。これはね、温める程度でいって。オッケー。お、いけそう、いけそう、いけそうです。いけそう、いけそう。いただきます。はい、最高じゃん。あ、うまっ。うん、めっちゃ美味しいね。ほんと。うん、吸盤が美味しくない。ゲソって吸盤がカリカリしてね、美味しい。はいはいはい、確かに。ビールで流し込むチモさんです。あー、うまい。罪深い。全部ゲソのイカを開発してほしい。私意外に身の方が好き。本当？どっちかというと圧倒的ゲソ。その身いらんレベルでゲソ。ゲソだろ。100本ぐらい足履いてほしい。美味しい。うん、これもビール進む。てかすごいわ、マジで。おじさんおじさんセット。長かったね。でも短かった。あっという間だった。うん、どこが印象的？一番いっぱいあったな。そうね。でもやっぱりあの十勝ら辺の広大さとかはすごい記憶に残ってる。うん、私は、ね、一番感動したのは、うん、のシャープの夕日。うん、うん、なんかすごかったわ。いやでも本当いろんなもの見れて、最初の旅が北海道でよかったね。本当にそう。ちょっと今後が不安なぐらい最高だった。明日で北海道去るんだね。ねえ、1ヶ月半ありがとうございました。ありがとうございました。本当になんか寂しくなりそう。やめて、寂しいってなりそう。ごちそうさまでした。